電車はのぞみ137号博多行きです。予約するとお客様がご利用いただけます。予約をされていないお客様のお荷物は通常の荷物棚もしくは足元に置き、
びっくりした。ちょっとびっくりしちゃうね、これ動き。すいません、大きい声出しちゃった。見かけられたかと思ったって。黒だからさ、そうそう、バレない。作っていきました。うまそう。うまっ。マグロやばい。美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。え、やばい。うまっ。さっきのあれがこうなった。すごい天ぷらになりました。海バックです。やばっ。え、イカシューマン。イカシューマン美味しそう。やばい。やばい。イカ美味しい。うん、うん、まね、美味しい。美味しい。うん、熱い。うん、いや、まあ、お腹空いてきた。声が出ないけど大爆笑。言葉で伝える。かっこ大爆笑。わらわらわら大爆笑。やばい、こういうの食べるとさ、めっちゃお腹空くんだけど。大爆笑。うん、映画に来ました。イエーイ。ワッフル食べるよ。ジンジャーエール。イエイ。コナンの見に行きます。クロス売り切れでした。行ってきます。屋台です。今から餃子に行きます。コナンめちゃくちゃ面白かった。楽しすぎた。ワッフル美味しすぎたし、はい、今から餃子に行ってきます。お腹空いてきた。まだ食べれます。やばい、どんだけご飯食べんの。ずってる。この、うん、あと3分いけるよね。ここに行きます。美味しそう。餃子だ。手羽先あんの。餃子に前とホルモン頼みました。美味しそう。馬刺しです。マジで美味しそうだね。ね、何軒目だ。4軒目。食トレです。食トレですね。幸せだ。完全大変な感じで、まあ、自らを。うん、甘いですね。うん、どうしたらこれいけるね。お腹空いてきたね。食べたら美味しそう。全然いけたね。余裕だ。うまそう。カコショウです。やば、絶対美味しいです。え、もう最高のカコしてる。余裕です。明日から頑張りになってくる。これが鉄鍋のタレです。もう美味しすぎてやばい。幸せです。ホルモン来ました。シンシンに来ました。ウィキのおすすめラーメンです。また餃子あんじゃん。美味しそう。ラーメン、ラーメン、焼きラーメンだよ、うん、え、ラーメンはどれ。あ、焼きたチャーハンもあんじゃん。
え、でも美味しそう。え、これも美味しそう。え、どっちかしといよ。本題のラーメンはこちらですか。はい。めっちゃ種類あるんだよ。これかな。餃子も食べたい。すごいサインの。焼きラーメンが来ました。麺細め、美味しそう。やばいね。ラーメン来ました。最高です。ラーメン、ラーメン、焼きラーメン。チャーハンも来ます。チャーハン来ました。最高。やばい、この感じ。4人分だよ。やばすぎ。5軒目。いただきます。いただきます。やば。あ、ぽっ、おいしい。こってり。めっちゃお酒なかった。お酒ないわ。うまっ。あ、でも12時よ。ラーメン好きだから効果合うね。うん。豚骨しか好きじゃない。牛骨も好き。麺はこっち。味もこっちの。どっちもどっちだな。どっちもうまい。お腹に食べるのがこっちかも。これこんな。うまっ。めちゃくちゃ増えてるんだよ。背中がすごい食生活が荒れすぎて背中が膨らんでるみたいな。お、2件で言われてる。やばっ。よっぽどだったんだろうね。そう、なんか YouTube とかさ、私のこと知らない人で。やばい、ボコって膨らむとだろう。うん、だってさ、食べ過ぎてお腹出てることで普通にいるじゃん。うん、そうそうそう。食べ過ぎてますねってなるじゃん、それは。背中だってこの次の日整体行ったらさ、取りましたねって言われて、お尻でわかるよ。死ぬ。スープマジでうまい。美味しい。食べた。食べた。うまっ。食べます。え、うまい。え、やっぱこっちに帰ってきちゃうわ。うますぎ。帰ってきちゃうわ。焼きラーメンに帰っちゃう。その麺の細さって表面レベル。でも家でもさ、ラーメンのさ、麺をさ、焼きそばしたらうまいの。でもこんな細いのある？ない。ないよね。
うん、食べた食べた。こんな細い麺見たことない。感動。うん。これが1軒目じゃないのがおもろいよ。1軒目でこれの量でも食べ過ぎだよみたいな言われる感じでしょ。数時間で完食。ごちそうさまでした。ホテルに着いてお菓子を食べてます。またまた前のコナンを見てます。みんなおやすみ。JR 西日本の運転線と東線が途中終了。